ポありがとうございます。そう、今日はまあとりあえずちょっとあの片付けをしながら喋りますね。すいません。なので席を外します。じゃあ席を外している間に、この子が、はい、この子とお話ししてください。いや、お話は私がするんですけど、そう、今日はねちょっとあのやらなきゃいけないことがねたくさんあって、それをねいろいろやってたんですけど、そう、そしたらねこんな時間になってしまった。今日はね朝からねすごい動いてたんですよ。そう、なんかねあのリハに参加できてない時があって、お仕事だったりとかでね、そう、その分を今日ちょっとやったりとか、あといろ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 やってました。あ、見てこれ、ラーメン部で作ったやつ、これあの部屋に飾ってます。そう、あのこの韓国のキャンドルとともに飾ってる。この韓国のキャンドルの方はねめっちゃいい匂いするんですよ。そう、まあ部屋に匂いが充満するほどじゃないけど、センスいいでしょこれ。私作った時めっちゃ自分結構センスいいかもって思ったもん。テーブルクロスを敷きます。テーブルを拭いて、マジでずっとさ、私この部屋にね机があるんですけど、あ、まあ勉強机っていうかちょっと丸い机みたいなのがあってね、これでずっと私社学の勉強をここでしてて、そう、なんか第一段階の時は、小学の第一段階の時はね普通にあの通ってたんだけど、でも第二段階はコロナの影響であのオンラインの時とかあって、オンライン授業の時とかあったので、そう、ちゃんと真面目になんか学生みたいなことをしてました。オンライン授業を家で受けて、そうで、たまに勉強もちゃんとして。ハートありがとうございます。そうそうそう、思い出なんですよ。でテーブルクロスを引きたいんだけど、このテーブルのクロス私前自分でリップグロスつけちゃった記憶があるんだけど、洗濯したんだけど取れてるのか、なんでこんなに間違えたサイズ、普通に、レベルクロスを敷きます。さっきはねあのここの部屋、あ、私の部屋なんですけど、私なんか仕事、お仕事いっぱい重なってる時とかさ、ほんと部屋の片付けとか全然さできなくてさ、なんか一個のことにしか集中できないみたいでさ、よくわかんないんだけど自分の性格。そう、それでねすごい部屋がね汚くなっちゃうんです。でやっとね部屋を片付けてるんですよ。でさっきはクローゼットの中をねやっときれいにして、私一番クローゼットの中が一番汚くなっちゃうの。
あの汚くなっちゃうっていうか服まみれになっちゃって、そうだから、そう服まみれになっちゃうから、さっきその服まみれを全部ちゃんとハンガーにかけて、あの新しいハンガーも買ってきて綺麗にしました。本当にね、片付け苦手なんですよね。でも一回やるってなったらこういう風にあの一生やってるんですよこういう風に、そう、こういう風に止まらないの、一回やりだしたら。まあ大体こんなもんかな。時計がね狂ってるんだよね。後で直そう。時計が狂っちゃってるんです。こんなもんかな。あとは明日やる。よし。ゴミ箱の蓋が閉まらなくなってると、あ、閉まった。よし、綺麗。綺麗ではないけど綺麗になった。あとはあれだね、あ、そうそう、鏡も買ってきたんです。マジでさ、はい、そろ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 ちょっと戻ろうかな。はい、よいしょ。皆さんありがとうございました。よいしょ。そろそろみんなのところに戻りたいと思います。あ、だるまありがとうございます。いい感じ。うん、もうね、机の上ね、やばかった。もう教材だらけ。あの別勉強そんなにしてないんだけど、なんか教材だらけだったのをさっきクローゼットにしまい込んできたはい、しまい込んできた。捨てないと、教材。体調はね、大丈夫です。そう、体調は大丈夫なんだけど。ハートありがとうございます。そう、実はさっきね、さっきまでね、あのお友達と3人で電話をしながら片付けをしてたんです。ハートありがとうございます。みんなの知ってる友達みんなの知ってる友達です。風船ありがとうございます。ポーションありがとうございます。そう、みんなの知ってる友達と先電話してた。めっちゃ長い電話うん、知ってる友達と、まあ、もう一人はまあメンバーなんだけど、そうそうそう、今日は最近ね毎日運転をしてるんですけど、そう、
っとずつ慣れてきたんだけど、やっぱり注射が嫌いなんだよね。嫌いっていうか苦手なんだよね。え、トイプードルありがとうございます。風船かな。明日から始まるショールームイベント、え、なんだろう、わかんないです。私何のショールームイベント、あ、やば、え、59分、やば、待って、ちょっとランキング今日多分読めないからスクショしとく。ありがとう、教えてくれて、時間かしゃ、ごめんね。あの次配信するときに読みます。これ忘れないように今のみんな覚えておいてください。え、そう、マジ注射は無理。まあとりあえずまたあの詳しくお話しましょう。ありがとう。イベントか、参加難しいかな。明日も多分配信できないかな。なイベントには参加しないかもしれないけど、でもショールームはできるときにまたやります。それではみんなありがとうございました。ゲリラなのに来てくれてありがとう。ごめんなさい急に始めちゃって。また明日、おやとみー、ありがとうね。バイバイ、ごめんね急で。ありがとう、じゃあね。